隠蔽捜査は、今野里市長の警察小説シリーズ。2005年から新庁舎より刊行されている。期間長編8作、スピンオフ短編集2作。それまでの警察小説にありがちな、現場の刑事が活躍するものではなく、警察庁のキャリア官僚の活躍を描いている。2007年にテレビ朝日にて、2014年に TBS にて、テレビドラマ化。また、 2011年に舞台化された。スピンオフの空席以外はすべて新庁舎より観光されている。警察庁長官官房総務課長の龍崎信也、警視庁は独特の信玄とキャリアとしての教授を持つ警察庁の官僚。ある時、暴力団員の殺人事件が発生。10年前の少年犯罪が関わっていたことを知った龍崎はその対応の遅さに起こり、 同じくキャリア官僚で小学校からの同級生である、警視庁刑事部長で本事案の捜査本部長を務めている、伊丹俊太郎警視庁や刑事局に詰め寄るが、暴力団の構想が原因だからそんなに慌てることはないと聞く耳を持たない。しかし次々と起こる殺人事件に方針を変更、捜査のやり直しの過程で、警察官が殺人に関わっているのではないかという疑念を抱く。 そんな中、息子の国彦が薬物を使用していることを知る。大森署に署長として飛ばされた龍崎。そこでも独自の持論を展開していた。それらを見ていた大森署の刑事や副署長たちは、少々戸惑いを覚えながらも、龍崎とうまくやっていた。そんな折、区長と区議との会議に出かけようとしていた矢先に、高等半闘争の緊急配備の連絡が入る。 すぐさま署に戻り、副署長以下所轄幹部を署長室に詰めさせ、ミニ指揮本部を設置する竜崎。結局のところ、機動捜査隊によって確保されるも、捜査途中で、報告のあった開店前の小料理屋での怒鳴り声について、結果報告を確認させると、その小料理屋で、拳銃発砲事件が発生。警視庁は立てこもり事件と認定し、大森署に指揮本部を設置。 指揮本部長に刑事部長の伊丹が着任する。所長の龍崎は先導が増えると現場に赴く。現場の小料理屋付近では捜査一課特殊班が現場ほど近くの民家を曲がりし、前線本部を設置していた。所長の龍崎は大森署は特殊班の指揮下に入る旨を伝え、伊丹部長からもお前が前線本部長をやってくれるのはありがたいと言われたため、 前線本部長につく。前線本部を立ち上げ犯人との交渉を模索する、嫉妬と立てこもり事件では教習し早期解決と、唱えるサットの扱いで混乱する状況が続いたが、犯人が交渉に応じないことから最終的に、前線本部長として、龍崎からサットへの突入及び発砲許可という、人質の確保、犯人の射殺で解決する。 しかし犯人が所持していた拳銃に実弾が込められていなかったことを知り、無抵抗の犯人を射殺したのではないかと困惑する。大森署では警察の広報活動の一環でもあるアイドルの一日署長のイベントが行われており、署内もどこか浮ついていた。アメリカ合衆国大統領の来日も近づいており署長の龍崎も困ったものだと思っていた。そして、 大統領の来日日程も決まり、それに向けて警察庁をはじめ警視庁では警備計画の策定が始まる。その最中、竜崎のもとに第二方面警備本部本部長を命ずる命令書が警視庁本部より発せられた。本来なら第二方面本部長が着任するはずだと思い、警視庁総務部や警備部長に掛け合うも、 警察庁警備局よりの発令であるとしてやむなく着任することになった。警備本部は、龍崎と警察庁との調整で大森署に設置。副本部長として、第二方面本部長の長谷川警視制が着任。その秘書官として、第二方面本部管理官の野間崎警視が来所した。そして、龍崎の秘書官として、かつて警察庁で、 広報室長時代に研修として一時期指導した女性キャリアの畑山が現れた。再会した彼女に心騒ぐものを感じた竜崎ではあったが、その最中、合衆国大統領を標的としたテロ計画があるという情報が流れた。本編の主人公、竜崎の幼馴染で、警視庁刑事部長、伊丹俊太郎を主人公としたシリーズ初の短編版外集。 福島県警で3年間刑事部長を務めていたキャリアの痛みに内示が出た。それは警視庁刑事部長への内示だった。久しぶりに本庁で長官官房総務課広報室長についていた龍崎に連絡を取った。やはり龍崎にも新たな内示が出ておりそれは長官官房総務課長への昇進だった。やはりこいつにはかなわないのかと感じながらも 移動の準備に入る痛みだった。その矢先に殺人事件が発生。乗馬が立ち、捜査本部長として、そして最後まで福島県警験事部長として指揮を取ろうとしたが、引き継ぎのため福島入りした公認のキャリアが不安を抱かせる人間だった。龍崎が所長を務める大森省を含めた第に方面本部で3件の事件が発生した。内2件は、 大森署管内での引き逃げ事件。もう一件は放火事件。別の管内の事件は殺人事件だった。放火事件では刑事課のベテランと高が過去の事情から放火事件に専念。さらに引き逃げ事件では過失ではなく故意の可能性が高まり、殺人事件として大森署に捜査本部が設置された。龍崎も副本部長。 警視庁本部から柿の元の交通部長が捜査、本部長として、土門交通捜査課長が捜査主任として着任する。殺人事件として、調和が立ったため、刑事部捜査一課からも人員が派遣され、伊丹刑事部長も所管のため来所した。犠牲者は元外務省キャリア。さらに、東大井の被害者は現役キャリアで、共に外務省の人間だった。 さらに、生安家課長が麻薬捜査で厚生省の麻薬取締部とトラブルがあったと報告。さらには、龍崎の娘美希が交際相手の三村忠則が海外赴任先で連絡が取れなくなったから調べて欲しいと相談してきた。わずか数日でこれだけの難問が発生するも、龍崎はいつものように原則通りに業務を進めようとしていた。 龍崎に刑事部長の伊丹から相談が持ちかけられる。それは、かつて、龍崎と伊丹の3期後輩であり、今では、議員秘書を務める元警察官僚、田切祐作からの依頼で、羽田空港から足取りが途絶えた、衆議院議員、牛丸心臓の内密での捜索依頼だった。伊丹にすれば自ら動くと内密にできなくなるため、龍崎に頼み込んできた格好だった。 龍崎も当初は難色を示す者の痛みに押し切られる形ではあったが、行動を抑えた上で、内密での指揮本部体制を指揮、警備、刑事、交通各課長を詰めさせ、捜査に乗り出す。その矢先、大森所管内の大森南五丁目から、牛丸事務所の車が発見され、車内からは、牛丸の運転手を務めていた、平井進の他殺隊が見つかった。 議員の所在も確認できず、殺人及び議員誘拐事件として認定し、内密での指揮本部体制から正式な指揮本部に移行された。伊丹も指揮本部長に、龍崎は副本部長として指揮を取った。だが、議員の足取り、犯人の逃走ルートが200人体制のローラー操作をかけても不明だったが、龍崎のひらめきでボートを使ったことが判明し、 神奈川方面に逃走したことがわかる。大森署所長龍崎を補佐する所轄幹部たちを中心とした短編集。官僚として優秀ながらも原理原則を押し通す上司龍崎署長を補佐する副署長のカ沼ヌマ氏のもとに大森署が扱った事案で5人逮捕の可能性があると東日新聞にスクープされたと情報が上がってきた。 竜崎の期待に応えられているうちはいいものの、その信頼を裏切ることを恐怖した飼い沼は隠蔽を考えるが、竜崎が隠蔽を嫌うことは、大森署内では周知の事実。総研48時間のタイムリミットが近づく中、飼い沼は対応に苦慮する。大森署所長を務める竜崎はいつもの朝を迎えた。いつもと同じ時間に起床し、目覚めのコーヒーを飲み、新聞を読む。 そして時間が来れば、迎えの公用車で、大森署に登場する。儀式を繰り返すかのような日々だが、その日はいつもと違い妻、最子から、娘の三木の交際について相談があると言われるが、帰宅後に話を聞くと告げて登場する。所長室に入ると、斎藤刑務課長から、ストーカー対策チーム編成について確認される。警察庁からの、 各都道府県警察本部を通じての通達で、従来のストーカー相談窓口では、対応不十分であるとして、各警察署内に新設し、日夜発生するストーカー相談について機能的に対応していくというものだった。その編成に着手していなかったことから、生活安全課、刑事課、地域課の各課長にチーム編成のため人員をリストアップするように命じる。 一息ついたその直後、大森署管内で略種、誘拐事案が発生した。しかも、その被害者は、大森署のストーカー相談窓口で、ストーカー相談に来ていたというものだった。早速、龍崎は、結成したストーカー対策チームを投入する。大森署書長を務める龍崎が、大森署へ登庁すると、署員たちが、 いつもより少ないのを不審に思うと、斎藤刑務課長から、私鉄の遅延が生じており、出勤に障害が出ていると報告され、さらにとある銀行のメインシステムにも障害が発生していると報告が上がる。同期の伊丹刑事部長に、警視庁本部から捜査員を派遣しているか、確認すると、私鉄、銀行ともに派遣していないという。伊丹や本部は事件視していないようだが、 確認のため捜査員を派遣すべきと判断した、龍崎は、大森書院を銀行の本店及び、私鉄の本社へ急行させる。当然のことながら、大森書を所管する第二方面本部長や、警視庁本部の名前遊部長から抗議が来るもの捜査の必要性を解き、大森書院に捜査を続行させる。そして、大森書館内で殺人事件が発生する。さらに、 前作の終わりから持ち上がっていた龍崎の人事堂の話が本格化していることが痛みから告げられる。殺人事件のために捜査本部が立ち上がり、龍崎も副本部長として指揮を執る。その最中、ついに警察庁より人事堂の通達がされる。移動先はかつて龍崎が事件解決のために赴いた神奈川県警。拝命職務は刑事部長。 かつて犯人護送のために、県警本部長と揉めたことが頭によぎるが、事件解決のために、大森署への愛着に戸惑いながらも指揮にあたる竜崎。刑事部長として着任するまでに、事件解決できるか。大森署長として、最後の事件。警視庁大森署で署長として、数々の難事件を解決した竜崎は、神奈川県警刑事部長に A 点が決定。 貝沼副所長ら大森署の面々は着任していく、竜崎を見送った。公認の所長は女性キャリアで北海道系総務課長から移動してくるが到着が遅れ明日にならないと不任しない。そんな空白の1日を事件は待ってくれない。品川所管内で同一犯の仕業とみられるひったくりが連続して発生。方面本部からの要請で 大森署も緊急配備への出動を命じられる。ほぼ総動員で犯人の逃走経路に網を張るのだ。ところが、ほどなくして、今度は大森署管内でタクシー強盗事件が起きた。二件同時の金配は不可能だ。所長不在の中、貝沼は苦渋の決断を迫られる。神奈川県警刑事部長編大森署長の任が解かれ、 神奈川県警刑事部長の職を拝命した龍崎。任を解かれた日も県警本部に着任報告するギリギリまで残務に当たっていた。書類の決裁しながら様々な来客を迎え、副審、貝沼副所長からそろそろ時間ですと告げられ、あとは公認に任せようとつぶやき、大森署を出る。そこには制服姿の書院等が見送りのために整列をしており、あの、 とだか巡査部長ですら制服に身を包み整列をしていた。セレモニーなど必要ないと斉藤刑務課長に言っておいたのだが、この状態を見て仕事はどうした持ち場に戻れと命ずるも、飼い沼かららしいですねと返される。彼らの心尽くしに干渉しながら公用車に乗り大森署を去る。大森署を去った足で神奈川県警本部に向かう龍崎。本部に到着し、 そのまま、県警本部長に着任挨拶のため本部長室の、ある木材橋に上がるが、刑事部長に着任予定の龍崎が、連絡もなく総務課に現れるもので、会員や総務課長がもたつくが、なんとか佐藤本部長に、着任報告することができた。佐藤からも、部長は偉いんだ。出迎えなきゃいけないしな。と言われ、警視庁にも勝るとも劣らない、形式ぶりに平気する龍崎。 だが、その佐藤から驚きの言葉が聞かされる。なんと龍崎を刑事部長に引っ張ったのは前任の本部長とのことだ。かつて龍崎が前線副本部長として絡んだあの誘拐及び殺人事件で被疑者誤送でもめたあの本部長である。だが、その本部長はすでに離任しており、佐藤が公認本部長として着任したとのことだ。前任者も佐藤も懸案事項は ただ一つ、神奈川県警の不祥事が多いことだ。建前、本音が当たり前にもかかわらず、竜崎は全てが権利原則の一辺倒。そんな竜崎が神奈川県警を変えることができる一歩ではないかと言われる竜崎。自分の仕事をするだけと返すが、そんな返しも本部長相手に普通はできないと言われる始末。本部長への着任報告を終え、 三時間、刑事総務課長の挨拶そして、誘拐及び、殺人事件で前線本部長を務めた本郷警視庁との再会と刑事部長の引き継ぎを受け、現在進行している捜査本部に顔出しすると、そこには板橋総裁課長がいた。再会と着任の挨拶などで、着任日を終える龍崎。刑事部長の職務を開始し、当然ながら、 大森所長よりも多い決裁書類に迫役している中、同期である警視庁の伊丹刑事部長から連絡が来る。それは、警視庁と神奈川県警の管轄座会で発生した殺人事件の連絡だった。そのクオリティの高さから文学賞に恵まれている作品で、第1弾で第27回、吉川英治文学新人賞を続く第2弾、下弾で第21回、 山本周五郎賞と第61回日本推理作家協会賞長編部門を受賞。2017年にはシリーズ全体で第2回吉川英治文庫賞を受賞した。テレビ朝日系土曜ワイド劇場で2007年3月10日と2008年10月4日に放送された全2回陣内隆則主演。原作は隠蔽捜査及び過断隠蔽捜査に。 TBSK 月曜ミステリーシアター枠で2014年1月13日から3月24日まで放送された。全11回。杉本哲太と古田新たのダブル主演。原作は隠蔽捜査から裁量隠蔽捜査後。続編が TBSK 月曜名作劇場で2019年3月11日に放送された。全1回。原作は 去就院閉捜査6、ありがとうございます。